コーシリング港から1937年11月21日は中華民国空軍の軍人 AS パイロット。玄名高迷宮寺和小久市。両年省通過市出身。東北空軍を経て中央空軍戦闘機隊の指揮官として活躍。日中戦争では日本軍機への初戦火を果たした。 8.14空戦を指揮したことで知られる。最終階級は空軍上皇、死後少々。同時期に活躍したら雲こと、竜一期号、李桂丹と共に中国空軍の四大混合と称されている。東北軍時代1907年5月14日、通過県大都連号高麗墓か五村にある貧農の家庭にて、八人兄弟の長男として生まれる。父は、 高影文、母は、李春英。農作業を手伝っていたため、9歳から3、2レ受賞学に入学した。通貨は交通の要所であり、教師から義和団事件で、東3世に出兵したロシア兵の番号を聞かされたり、日本の関係に追われていた知人の朝鮮人、活動家を、父が自宅にかくまったこともある。13歳の時、法天師南中学入学。 木内の学校まで毎日氷を背負って400里以上の道を歩いて登校した。その後法典中法中学に転校し、17歳にて卒業、完備で貧しい家計を支えるため、また中国人を強いたげる侵略者を追い出すため、両親を説得して、各省令が東山省陸軍工部堂祭院に設置した東北陸軍軍艦教育班に入隊。当初砲術を学んだ。 その後、28名からなるフランス留学班に抜擢され、モラーヌ・ソルニエ社がパリ近郊に保有した民間航空学校に入校することとなった。同校は身体条件が極めて厳しかったが、コーラ18名が入学許可、カツラ・聖書ら残る10名はクロトワ・コーデュロン飛行学校で学んだ。初級訓練終了後、1926年に、 イストルの飛行場を拠点とするフランス陸軍航空学校で飛行機の操縦を学ぶ。卒業後は陸軍軍曹に任官され、南シーにある陸軍航空隊第21戦闘飛行隊で実習を行った。1927年1月に帰国後、東北軍の将尉に任官、東北航空どころ肥料隊隊員。4月。 雲見砂五討伐のためナ南省帝州に派遣される。1928年には、北伐に加わった、遠赤山軍の北京、天津への接近や内蒙古の反乱を受け、軽幹線防衛の任につく。この校から、費用隊隊長となる。空軍司令部は2名の護衛をつかせようとしたが、家族の前で選ぶって派手に振る舞いたくなかった校は、拒んだ。軍は再び地元警察に、 新編警護を要請したが、校は警官らを追い返した。12月、東北軍は国民政府に駅死し、東北空軍は東北航空大隊に改編3個から5個航空隊に増設される。翌年春、訓練中に墜落し右足を骨折、後遺症が残る。療養中に中層紛争が起こる。翌年の復帰後は東北航空共同隊の受訓の地。 東北航空学校の教官を務め、将校に至る。1931年9月18日の満州事変勃発の翌朝、法天に越してきた両親の家を訪ねると、日本軍が法天に迫っており、兄弟と共に三人で、木村の休暇に逃げるよう求める。弟の孔明先駆けによれば、高志校は非常に激行した様子で、北平で小卒を探し、 日本軍と戦うよう要請してくるといい、料理人に紛争すると弟の孔明心に、見送られて孔十とめた室駅を立ち、そのまま東北に戻ることはなかった。翌1932年1月、東北空軍の給油で、国民政府軍中央の航空省、第二隊隊員であった経費の紹介で第四隊、不飛行員に任官となる。またその頃、 第2隊を訪れ石国藩副隊長から借りた飛行服でユンカース K47 に試乗し、その技術でドイツ人テストパイロットたちを強担せしめたこともある。しかし、事故が原因で第1次上海事変には参加できなかった。後、第2隊に移籍。9月、搭乗員を続けるために当時設立間もない公州掛井橋にある 中央航空学校高級班で訓練を受ける。米軍事顧問ジョン・ジュエット元大佐の設けた採用基準を満たす搭乗員は全体の15%しか残らなかったと言われるほど極めて過酷であったが立業を扱いながらも基準を突破した。また、階級は中高から上場へと降格されたが、これは空軍軍人が陸軍より二階級上に相当する。 待遇を受けるためである。その後の戦技疲労で優秀さが認められ、中央高校駆逐機班の飛行教官に抜擢。12月、中央航空学校しばらく編駆逐隊隊長、兼任1934年春、しばらく編駆逐隊は、正式に空軍駆逐第一隊となり、復権事変に参加。またこの頃までに、航空事業に献身したいとの願いを込め、 名前を、ジノコヒサシと近い発音の、高志校に改めた。11月、中央高校、第八体隊長。1935年、イタリアにて、モークニ発、オースケ、タ、アサヒ、ソンキリミカゲラと1年間視察をした。帰国後、共同総隊副総隊長に就任。総隊長、モークニ発の支援の下、南章にて、戦闘機搭乗員の連成にあたり、 流域号、竜鉄を、落木こと、東秋則、低小武、ラ秀ヒデ等の優秀な登場員を育て上げた。815空戦での負傷後、甲州交際委員にて治療を受ける高志九1937年8月13日、第二次上海事変の勃発当時、甲は、第四大隊を引き近い江口飛行場に展開していたが、台風で命令が降りないことに痺れを切らしていた。 そこに偶然不時着した民間のフォードトライモーターを、挑発、南京へと向かった。南京省営の航空委員会へと到着した甲は、そこで、航空委員会主任、周至る10より、第4大隊を掛け橋に展開させ、甲州湾に展開する日本艦隊の爆撃に参加せよとの命令を受ける。翌8月14日午前10時、甲は、近い江口の、 第四大隊隊員に向け電報を発した。第四大隊の前期は、第21中隊長のりカつラタンを筆頭に、台風の交点の中を、甲州の掛け橋飛行場へと進出した。第四大隊の配備機種は、カーチスホークさんで、高の上機4-1号機は23中隊隊員、創始坂への手で改装された。正午過ぎ、タカも、掛け橋へと到着し、 部隊の到着を待っていた。しかしその時、防空相談より、運州監視台管轄の青田県にて、重爆隊の強音が確認されたとの報を受ける。強音の主は、台湾松山飛行場から、都洋爆撃に出撃してきた、新田新一少佐率いる鹿野屋海軍航空隊の96式陸上攻撃機球機であった。 架け橋に着陸した直後の21中隊飛行員たちに直ちに再発進し編隊を迎撃するよう命じ、やがて23中隊が到着すると、高も自らの蒸気に乗り込んだ。やがて第4大隊は、雲の下を飛ぶ96立甲と快適。甲は、最初に1機を撃墜、続いてもう1機を肉迫して銃撃、左エンジンに煙を起こさせるも、 次期のエンジンにも火がつきり立つ。着陸後直ちに消火させた。日本側の記録と称号すると、孔が撃墜したのは、第1小隊3番機、第3小隊の3番機のいずれか、大破させたのは、第3小隊の2番機と思われる。大具式は帰還できたものの、着陸直後に大破し、使用不能となった。この日、部隊全体の戦火は2機撃墜、2機大破であったが、 6対0として、過大評価され、戦後中国空軍の記念日、空軍説として長く記憶される。続いて8月15日朝、艦隊爆撃の準備に取りかかる、中飛来した空母、加賀の89式艦上攻撃機94、94式艦爆隊を迎撃、1機を撃墜した。しかし2機目を射撃中に、後方いての放った銃弾がエンジンと右腕を貫通した。 甲は操縦艦を足で挟みながら、傷口を縛って止血させた後、操縦艦を左手で握って、戦闘を継続、そして敵が去ったのを見計らってから帰投した。機体の着陸がスムーズで、また、部下の報告を受けた際も、激痛をこらえて、顔に出さなかったため、誰も負傷に気づかなかったという。前期球団を指示した後、警費に負傷を報告、公衆交際委員に運ばれた。 医者はその傷のひどさに驚いていたが、甲は手術中も平然としていたという。この後、観光の病院にて40日間の入院療養を余儀なくされた。このエピソードが宝徳から受けた毒矢を花田たに取ってもらいながら、平然と和量と酒を飲み子を打つ関羽のようであったため、彼の愛機も石飛ばに例えられるようになった。8月30日、 公衆案に展開していた第4大隊22、中隊が、米国民艦船、プレジデント、フーバー号を誤爆、第5大隊長兼駆逐司令官の定期所が、軍籍剥奪処分となったことを受け、その公認として、駆逐司令官に就く。9月中旬、日本軍による首都南京への空襲を聞いて、戦線復帰した港は、防空戦特化のため大工場飛行場にある第4。 第5大隊のホーク産動隊下部の爆弾化を取り外すことを提案。総担長の石久二藩は空軍前的総指揮部参謀長も兼任していたものの彼の一存では決められなかったため総尾令に電話して早速許可を取り付けた。そんな中、公院上空に95式水上偵察機2機が飛来している方を聞き流域号数続く。 統計賞の3名と共に回収を施した機体で出撃。復帰当日の鷹も、うち1機を撃墜した。9月22日、南京上空で日本海軍の船舶連合17機を迎撃し、96式艦上戦闘機1機を撃墜した。さらにもう1機を狙おうとした時に、後ろから追ってきた別の96艦船の追撃を振り切るも、 復帰早々に30分ものドッグファイトは傷に応え、紅葉に着陸と同時に混沌してしまったが、ほどなくして復帰した。中蘇不可侵条約締結により、10月頃からソ連製の航空機が中国空軍へ供与されるようになった。高志港と第四大隊は中国北西の乱州へ赴き、ソ連製戦闘機を受領して1ヶ月間の完熟訓練を受けた。 11月22日朝、甲は第四大隊及びソ連空軍志団隊で編成された13機の戦闘機を率いて乱州を出発、近江口飛行場へ到着した。折しも正午頃、南縁から大野安氏、近江口飛行場爆撃の任を受けた、艦気殺年優勝者引きる木更津海軍航空隊の96立航4個、中隊11機が来襲した。 ワイヨ防空監視省の報告が遅れたため、立航隊は近くまで来ており、中国人パイロットらはすぐに戦闘機に乗り込んだものの、同じく飛行場にいた、死願隊員はなかなか乗ろうとせず、迎撃が間に合わないと判断するや、防空道に逃げ込んでしまった。コウは I-16 に乗り込むがエンジンがかからず、粘って、エンジン指導を繰り返しているところへ爆弾が落下した、ため被爆、戦死した。 去年29、戦手後少将へ特進、観光省向井大雷道にて、追悼会が催され、小解席、周恩来ら来は3列した。高志校の引いた第4大隊は、後に公認の李克羅丹によって、志校大隊と称さるようになった。中央高校教官時代、飛行学生3期生と共に、上海市長時代のご鉄城と、李克羅丹と、高志校、 流暢東編、民国人物商伝、第2冊、P136、中華民国国防部予備指揮部、国民革命中列誇ら HP などより翻訳。高志公と二人目の妻の子、高麗良、三人目の妻、楊広自然公家の本来の組織は、三島省だが、秋代に戦乱を逃れて、遼寧省に移住し、宝天城の付近で農業を営んでいた。 身長末期になって、高志功のおばにあたる人物が、新軍将軍と結婚したため一家は城内に居住し、高志功の祖父はそこで料理人として、生計を立てるようになった。だが、おばの恩恵はほとんどなく、一家は貧しいままであった。父の高影文は、双子の弟と共に、そこで鉄くずの売り買いを行っていたが、ある時一人城を飛び出して、通過しに向かい、 通貨圏大レ英語高来墓か村に落ち着いた。30歳で李春英と結婚し、高市渡ら三男かずを儲ける。その後、宝天城内の親戚が亡くなりその遺産が入ってきたため、三にれ、木村の農地を購入しそこに移住した。南京航空列志公墓にある、高市公の母品弟の公明先駆けによる証言、及び女友春主編。 民国人物大事典贈定版下北人民出版社2007年1290ページ ISBN 978から7から202030141より13歳の時に中学に入学せず入隊したという文献と中学卒業後入隊したという文献がある公明先駆けの証言によると中学は卒業したとするのが正しいようである ベリジー・ビラークブレー飛行場のモラーヌ、ソルニエ飛行学校課中央高校編役課長、戦術教官、航空委員会参事を歴任し、戦後空軍少将。その子は、空軍副司令屈光越中将をはじめ4人とも、空軍パイロットになった。なお、この時、高志校と共に合格した、京広志人氏は後に第四大隊参謀、両方順は整備士としてサポートすることになる。 小水県園芸場所にて1932年着工、1934年完成。当時の航空担々町は、初代の超明ら春空軍上場。跡地には、集口職業中禅が立つ。空軍県軍手話では、復帰は10月頭で、95式水定撃墜は、同日ではなく12日としている。一中隊長は、菅久志少佐兼任。 同期操縦士は、小谷裕二隊員、二中隊長は、今村隊員、三中隊は、細川直三郎隊員、四中隊長は不明。内川七郎空想長の四中隊員番機が、もう A 発により撃墜された。この爆撃により、高志港のほか、高の蒸気のエンジン指導を行っていた軍会長の、兵津義京、近い江口飛行場へ弁当を運んでいた。 金春菜藩賞と帝の各万タ飛行場清掃員の楽に明ら6名が戦死した。ありがとうございます。